茨城県道310号、稲田停車場線笠間市稲田正面奥の突き当たりは、JR 稲田駅茨城県道310号、稲田停車場線は、茨城県笠間市内を通る県道で、JR 水戸線稲田駅と接続するための道路である。笠間市稲田地区内の JR 水戸線稲田駅と、茨城県道109号稲田友部線とを連絡する。 南北約0 2トルの一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、笠間市稲田町の稲田停車場を起点とし、県道稲田ともべ先行を終点とする区間を本路線とする県道稲田停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号310となり、現在に至る。 センターラインのない1.5車線の道路であるが、道路幅に比較的余裕がある。このため、すぐ西側で並行する県道ともべ稲田線よりも、自動車が安全に通行できることから、かさましい稲田とともべ方面を行き交う車は、こちらの県道を通行していく車が多い。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、公害10月14日よりハット ABCDE、ついば県道路現況調書平成26年4月1日現在、県道路線認定茨城県法、公害10月14日より、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、8から12、 剣道の管理に関する協議に対する同意、茨城県法第2669号 P13。ありがとうございます。